いたします萩生田文部科学大臣この度政府から提出いたしました国立大学法人法の一部を改正する法律案についてその提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます国立大学は社会変革を先導する存在になることが求められていますこうした期待に応えられるよう令和4年度から始まる第4期中期目標期間に向けて国立大学法人のガバナンスの見直しや 経営のの裁量拡大をを図るための制度改革を行うことが必要でありますこの法律案はこのような観点から国立大学法人等の管理・運営の改善並びに教育研究体制の整備および充実等を図るため学長選考会議の機能強化のために必要な措置を講じ幹事の体制を強化すること等の措置を講ずるとともに小樽商科大学、帯広畜産大学および北見工業大学を設置する 各国立大学法人を統合する等の措置を講ずるものであります次にこの法律案の内容の概要についてご説明申し上げます第一に国立大学法人等が作成する中期計画の記載事項として教育研究の質の向上に関する目標等を達成するため取るべき措置の実施状況に関する指標を追加するとともに年度計画及び年度評価を廃止することとしております 第二に国立大学法人等の組織体制の見直しとして、国立大学法人の学長選考会議に学長の職務執行の状況の報告を求める権限を付与し、その名称を学長選考・監察会議とするとともに、同会議の委員について学長を加えることができないこと等としております。併せて大学共同利用機関法人の機構長選考会議についても、同様の措置を講ずることとしております。またた事の監査機能を強化するため 幹事のうち少なくとも一人は常勤とするとともに幹事は学長等に不正行為や法令違反等があると認めるときは学長選考観察会議に報告することとしております第三に国立大学法人等は当該国立大学法人等が保有する教育研究に係る施設設,設備等の管理及び他の大学等による利用の促進に係る事業を実施するもの並びに当該国立大学等における研究成果を活用する事業であって 政令で定めるものを実施するものに対し、出資を行うことができることとしております。さらに指定国立大学法人については、出資対象となる研究成果を活用する事業者の範囲を拡大することとしております。第4に、国立大学法人小樽商科大学および国立大学法人北見工業大学を、国立大学法人帯広畜産大学に統合し、小樽商科大学、帯広畜産大学および北見工業大学を設置をする。 国立大学法人北海道国立大学機構とすることとしておりますまた国立大学法人奈良教育大学を国立大学法人奈良女子大学に統合し奈良教育大学及び奈良女子大学を設置する国立大学法人奈良国立大学機構とすることとしておりますこのほか所要の規定の整備を行うこととしております以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります何卒十分ご審議の上速やかにご可決くださいますようにお願いいたします 以上で出資説明は、出説の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。国立大学法人法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。なお、その日時および人選等につきましては、 これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか？ご異議ないと認め、採用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。